ですか。
しばらくお待ちください。
じゃねえでいい。なんで出てていいよ。なんでよ。
乗車ありがとうございます。まもなく肥後大津に着きます。肥後大津の次は立野に止まります。肥後大津に向かいます。普通列車宮地行きは12時28分。この列車が着きました。一番乗りまでお待ちください。肥後大津に着きます。降り口は右側一番乗りに着きます。予約の後お足を取り口へください。ゼロに止まります。
車です。しばらくお待ちください。
扉の方にお越しください。縦の3つの入り口は左側の200の両方しておりましてください。縦のでは7分ほどお停止を出します。ご案内します。これから列車はスイッチバック運転を行います。先ほど止まった立野駅と次に止まる赤水駅は 8km しか離れていませんが、高さは 190m も差があります。わかりやすくビルに例えると60階建ての高さにもなり、背の高い動物のキリンさんで例えるとなんと35等分くらいの高さになります。どれくらい高いかイメージできましたか？列車はこの高さを一気に登ることができません。少しずつゆっくりゆっくり登って少し休憩をします。それから反対向きにもう一回頑張って後に向かって登っていきます。このようにジグザグに登っていくことをスイッチバックと言います。皆さんぜひ覚えてくださいね。列車は少しずつ半分の中継地点のところまで登っていっています。中継地点に到着をしますと列車が一旦止まります。そこで運転手さんが進行方向を変えるため列車の中を移動して一番前の運転席へまた移動します。また皆様、進行方向左側大きなプロペラご覧いただけますでしょうか。ここは西原ウィンドファームという風力発電所です。ここでは1年で約2500万キロワットというたくさんの電気を風の力を使って作っています。わかりやすく説明すると、皆さんのお家で使う電気70年分を1年で作ってしまうのです。風車の高さは60メートル、プロペラの長さは33メートルで、数えてみると10個あります。それぞれのプロペラは1分間で10回から24回も回っているそうです。まもなく列車が一旦停車を出します。中継していて一度一休みをしますので、また準備ができましたら動き出します。ここでしばらくお待ちくださいませ。登ってきました線路を右下にご覧いただきます。右下をご覧いただくととても高い高さになっておりますので、動き出しましたら進行方向右下ご注目くださいませ。駅からお食事にオリジナルのクロちゃんあそぼこ弁当が届きました。出来たてのあそぼこ弁当はお子様でも食べやすいロコモコ風のお弁当です。
中にはあか牛のハンバーグやあか牛の煮込み、阿蘇の野菜やデザートと阿蘇の食材をふんだんに盛り込んだ食べ応え十分なお弁当です。本日お弁当引き換えをお待ちのお客様、どうぞ3号車黒カフェまでお越しください。またご予約をされていないお客様のためにも、本日オリジナルの黒ちゃん阿蘇もこ弁当をご用意しております。お弁当ご希望のお客様、どうぞ3号車黒カフェまで足をお運びください。
ご乗車ありがとうございます。赤水に着きます。赤水の次は阿蘇に停まります。降り口は右側です。平戸川とお足元にご注意ください。次は阿蘇に停まります。